そうそう。ちょっとじゃあマイクの設置いきます。あ、じゃあ、すいません。お待たせいたしました。じゃあ今から、熊本スタジオセンターの滞在政策の報告と、ちょっと入ってるか。アーティストトークをさせていただきたいと思います。ちょっとライブ配信の件もあるので、自己紹介をさせていただきます。美術作家のほこいと言います。よろしくお願いします。今、西会津国際芸術村という福島県の会津地方にある、場所で展示をさせていただいてるんですけども、それに関わる、イベントとして、今回の報告会を設けさせていただきました。では始めさせていただきます。あ、もしよろしかったら近く。結構スライド見づらいと思うんで、どうぞどうぞ。あ、全然もうがっつり。いいですか？徐々に見にくいと思うんで移動してもらって。徐々に前に。じゃあすいません。一応1時半からなんですけど、2時半。まあ、2時40分ぐらいかな、ちょうど1時間後ぐらいをめどに、話をさせていただきます。タイマーをセットします。タイマーっていうか、ストップウォッチを。はい。そしたらですね、まずちょっと最初、バーモントスタジオセンターっていうところに行ってきて、で、今ちょっと目の前にある作品が、そこで滞在制作をした作品たちなんですけども、それらを、まあ、滞在制作という形で作ったんですけど、簡単にそのアーティストインレジデンスとはっていうような話をさせてもらったりとか、あとまあその滞在制作の様子とか、まあ作家との交流の話とか、あとちょっと自分自身が受けた影響とかっていうのをちょっと話をさせていただければと思います。あ、ちなみにアーティストインレジデンス、知ってる人？はーい。はーい。じゃ、簡単にすいません、説明させていただきます。アーティスト、イン、レジデンスです。アーティスト、まあ、美術作家がメインではあるんですけど、最近なんかミュージシャンインレジデンスっていうのもあるみたいなんですけど、美術作家が、まあ、滞在をしながら、その場所の、まあ、場所じゃなくてもいいんですけど、まあ、リサーチ、いろんなアイデアを得るためにこうリサーチをしたりとか、で、実際に制作も作ったり、絵描いたり、制作をしたりとか、でも展示もそこでできるとか、まあ、場所によって様々なんですけど、そういうこう、まあ、作家が活動できる場所で、大体泊まり込みというか住み込みというか、長いところだと本当に半年とか、結構長く入れるような、そういう場所が実はありまして、で、アーティストインレジデンスというふうに呼んでます。レジデンスってのは、まあ、住みかっていう、あれなんですけど、で、なんか、ちょっと下の長い文章は、美術手帳からの引用なんですけど、一応一言読ませてもらったアーティストが一定期間ある土地に滞在し、常時とは異なる文化環境で作品制作やリサーチ活動を行うこと、またはアーティストの滞在制作を支援する事業のこと、略称は AIR、アーティストインレジデンスだから AIR、エアーとか言ったりします。その起源は17世紀にフランスの王立アカデミーがローマ賞を受賞した芸術家をローマに留学させた制度にまで遡ることができる。すごいですね。17世紀から。現代においては1970年代に設立されたドイツのアートセンター、クンストラーハウス・レタニエン。そういう有名なところですね。が先駆的な存在として知られる。ビジュアルアートに限らず、ビジュアルアート、まあ普通の今展示させてもらっているのはビジュアルアート、視覚で見る芸術に限らず、演劇、パフォーミングアーツ、ダンス、学術研究など様々なジャンルに対応しており、奨学金の有無、設備、受け入れの条件などは各制度によって異なる。結構多いところだと、アーティストがまあお金を払って滞在させてもらうっていうこともあって、それはでもすごい高い料金じゃなくて、普通に暮らすアパートと同じ分というか、それよりも安い金額で、まあ、電気も水道も使えて、ネットも使えてみたいな、そういうところが多いですね。で、そのお金を奨学金向こうが出してくれて、まあ、ただで滞在できるとか、逆に制作費も出るみたいなところもあったりします。
で、エアーの実施目的としては、優れたアーティストの創作生活支援、地域文化の振興、異なる文化を持つ国や、地域とアーティストとの交流、情報や人的ネットワークの促進といった利点が挙げられる。日本のシナ AIR に、アーカスプロジェクト国際芸術センター青森、秋吉台国際芸術村、AIT レジデンスプログラム、小金町アーティストインレジデンスプログラム、滋賀県立桃源の森など、これちょっと、石橋国際芸術村が、これも入っていていいと思うんですけど、はい。また、日本全国の AIR の情報を日英バイリンガルで発信するウェブサイトとして、国際交流基金が提供する AIRJ ウェブサイトなんですけど、そういうのがあったりします。だと分かりました。こんな感じです。はい。で、続きなんですけど、ここの西会津国際芸術村も、芸術村もアーティストインレジデンスで、滞在しながら制作をして、リサーチをして、展示もさせてもらえるというような環境です。自分自身の話として今まで、まあ、中之条ビエンナーレとか、香川やんなみ芸術祭とか、まあ、展示が一応まあメインで、それに向けて、レジデンス滞在制作するっていうようなプロジェクトに参加することが多かったです。なんで結構いくつかレジデンス、日本国内のは参加したことがあります。で、今回のバンモントは初めての海外のレジデンスだったんですけども、すごい刺激を受けました。で、作家との交流や情報交換、切磋琢磨される、まあ、ライバル感みたいなのが面白いなっていうふうに感じました。ちょうどアーティストインレジデンスっていうのはこんな環境です。なんか本当にただ展示を、例えば、ギャラリーで、まあ個人的な感想なんですけど、ギャラリーでこう展示をするよりもやっぱりその、寝食共にしたりとか、夜お酒を飲んでいろんな人と、作家と話したりするとすごい刺激に受けて、それがなんか、だからアーティストを育てることにもつながるんじゃないかなっていうぐらい、本当にすごい刺激があるプログラムだなというふうに思ってます。で、今回滞在したバーモントスタジオセンターなんですけど、一応アメリカで一番大きいレジデンスで、この赤丸のところですね。ニューヨークが、ここら辺、これに転写入れるんでしょ、ここら辺か。あ、これが、ロングアイランドのここなんですけど、ここから、まあ、近いっちゃ近いんですけど、まあ、電車で行ったんですけど、電車で7時間ぐらい、6時間ぐらいかな。7時間ぐらいかかった気がします。なんで、まあ、ニューヨークとかがある東海岸側ですね。で、バーモントはアーティストとライター、文章を書く方のライターさんも受け入れていて、アーティスト、あ、美術作家の方が多いですね。アーティストの方が多いですね。で、1ヶ月間の滞在プログラムで、延べ、ちょっと半分で入れ替わる人たちもいたんですけど、極少数。延べ70人ほどが参加をしました。私が行ったのは2月ですね。2月に行ったんですけど。で、本当に年齢層幅広くて、まあ、多分20代、半ばぐらいからかな。から、一番上だったの60、70ぐらい、73って言ったかな。ぐらいまでの方が参加をしてました。で、途中でお子さん、小さい3歳ぐらいのお子さんをこう、呼んで、店に来たりした方もいらっしゃったりして、なんか本当に自由な感じでした。バンモントは様々な、グラントっていうまあ、さっきの奨学金が出て、で、申し込みは、ウェブで、自分の、どういう作品を作ってます、あ、こういう作品を作ってますみたいなこうウェブで申し込むんですけど、それを、まあ、審査してもらって、向こうが審査をして、で、まず、レジデンスに参加できるかどうか、ふるいをかけて、で、さらに、一部の人には、さっきの奨学金っていうのを渡すみたいな。まあ、ただお金がもともとかかるレジデンスなので、まあ、その奨学金っていうのが費用と相殺されて、まあ、ただで滞在できるっていう人がいたり、半額免除になる人がいたりっていうような
一応、そういうシステムがあります。で、自分は半額免除でした。で、ちょっといろいろやり取りする中で、3月に来るんだったら、全額免除にするよって言われたんですけど、ちょっと仕事の関係で、いや、ちょっと2月しかダメなんで、半額免除できますって言ってたんですけど、本当よかったです。3月に出たら、もろにコロナだったんで、実際に3月のバーモントの滞在したアーティストは、1週間か2週間ぐらいでもう帰らなきゃいけなくなったみたいで、むしろこの帰ってくるのも多分大変な状況だったと思うんですけど、はい、本当に間一髪でしたね。はい、まあそういうようなことがあった。最後、ビジティングスタジオ、スタジオっていうのは、まあなんかいろんなプログラムがあって、ただ個人で制作するだけじゃなくて、向こうで、まあ準備してあるプログラムがあって、その一つで、まあ、中堅のアーティストが、アメリカのアーティストが、なんか各作家の部屋というか、スタジオを訪問して、なんかアドバイスをくれるっていう、そういうイベントというか、プログラムがあって、結構それが刺激的で面白かったです。他にもいろんなプログラムがあったんですけど、まあ、そういうような場所です。なんで結構、感覚としてはなんか、学校に近いっていうか、なんか、みんな、年齢層とかすごい幅広いんですけど、すごいこう、平等というか、立場の上下がなくて、で、なんか、こう、純粋に作品に向き合ってる感じとか、なんかそこ学校っぽいなと思って、泊まり込みの、なんかそんな印象を受けました。あと、外に出れないっていう、田舎、すごい田舎なんで、遊びに出れないっていうのもなんかちょっとこう、そういう意味でもこう、全寮制の学校みたいな。ふうに感じました。で、ここからちょっと写真をお見せしていきたいんですけど、これがさっき乗ってきたっていう電車ですね。アムトラックっていう、なんかアメリカを全土に張り巡されてる鉄道網の会社なんですけど、それでニューヨークから自分は来ました。で、まあ見ていただいてわかると思うんですけど、雪があって、この時期まだ4月の、2月の頭か。超寒くて、本当にマイナス20度とか、寒い日だとマイナス30度ぐらいまで落ちる日がありました。で、これが、メインの建物で、レッドミルっていう建物なんですけど、教会かなんかかな？なんか、このために建てた、レジデンスのために建てたんじゃなくて、もともとある建物を、まあ、リノベーションして、補修して、で、使ってるっていうような感じです。なんか本当色合いがすごく北欧っぽいというか、なんかこう、カラーの感じが。これは住みかっていうか、泊まる場所。作家たちが泊まる、まあアパートというか、一軒家の一部屋をそれぞれに割り当てられてるんですけど、そういう建物で、なんか本当形とか色合いがすごくこう、優しいというかなんだろう、自然と、すごいマッチしてるなっていうふうに。埋もれることもなくなんかマッチしてるなっていう感じがして、北欧のなんかそんな印象を受けました。で、そうですね。作家はこういう家にそれぞれにこう割り当てられて、まあ、そんなに生活自体は共同生活はしないんですけど、食べ物も向こうが食堂で出してくれるんで、まあ寝泊まりしに帰るぐらいなんですけど、まあでも、なんか、こういう建物、アメリカというか、バーモントでの建物に、家に帰るような感じで、こう行くとなんか、すごくこう住んでる感覚がするというか、この土地で暮らしてる感覚がするというか、なんかそういう感じがありました。で、これが、スカラプチャーショップ、スタジオって言って、シルツ、スタジオっていう名前なんですけど、自分が制作した、自分が、アトリエとして割り当てられた建物ですね。この2階の一部屋を借りてました。借りてたというか割り当てられました。で、これ1階が工房になっていて、いろんな、後で見せるんですけど、いろんなマシンが置いてあって、だからちょっと機械使いたいなと思ったら、1階に降りて、で、また自分の部屋、2階の自分のスタジオ、アトリエに戻って、みたいな感じで、行ったり来たりしながら作業してました。で、まあ、すぐ近くに川が流れてるんですけど、本来ならば、まあ、全部水なんですけど、寒すぎてどんどん氷の面積が増えてって、もう、
あ、そのうち全部凍ってしまうんじゃないかみたいな、そんな環境です。窓から見える風景はこんな感じでした。アトリエの窓から見える風景です。なんかこの鳥がずっといて、この人たちは寒くないのかなって本当にすごく不思議だったんですけど、なんか夕方決まった時間ではないですけど、なんかこうやってバーって回って飛んで、でまた戻ってくるみたいな、この三角の屋根の上にいつもいるんですけど、すごいなんか不思議な感じでした。本当にこんな寒い場所で食べ物とかありつけるのかなとか、なんか不思議な感じでした。で、これはまあ空っぽの状態のスタジオですね。こんな感じで、まあ、さっきお見せした、これは自分の部屋の、彫刻、スカルプチャースタジオなんですけども、もっと屋根が高い部屋があったりとか、それはグラフィック系の、平面系の作家の部屋だったりするんですけど、なんかいろんな建物、すべてが同じじゃなくて、建物それぞれにこう、の色が出てるようなスタジオで、一応これは希望を出して、まあ、うまく割り当てがいけば自分の希望のところに行けるみたいな、そんな感じでした。ちなみに自分の希望は窓からいい風景が見える場所をお願いしますって言ったら、まあこういう風景が見える場所に当てがっていただきました。で、これちょっと荷物なんですけど、汚くてすいません。まあ、今回1ヶ月の滞在で、で、その作るものとかもちょっと決めないで行ったんで、なんかいろいろとりあえず持っていこうと思って、まあ、これは撮影関係のやつで、実はドローンも持ってきました。で、結構、広角の、超広角のレンズとかも持ってったりして、まあそれなりに一応撮れるつもりで持ってたんですけど、めちゃくちゃ重かったです。多分、機内申し込みの、機内申し込み、まあ普通 LCC とかだと、もう本当7キロとかまでしか機内申し込みダメなんですけど、本当に預け入れにも付けられるんじゃないかっていう重さでした。で、これは、スーツケースの方なんですけど、一応、でかいスーツケース、マックスぐらいのサイズを2つ持ってって、で、そう、スノーシューを持ってったんですよ。この、ちょっとわかりにくいんですけど、ここにプチプチにくるまれたストックが置いてあるんですけど、本当に雪が多い場所、北海道、日本でいう北海道みたいな場所だったんで、森の中を歩きたいなと思って、で、たまたま、去年の、アライズム・アトデイズっていう、芸術祭に参加した時にアメリカ出身のアーティストと仲良くなって、いろいろ聞いたら、いや、絶対あなたはスノーシュー持ってきべきだ、みたいな感じで言ってくれて、よし、わかったと思って、まあ、重たいしでかいんですけど、無理やりバッグに入れて持ってったんですけど、現地で借りることができました。あと、まあ、三脚とか、地味に鍋とかも持ってきました。なんか外でコーヒー飲んだらいいな。あんまりそういう余裕はなかったです。あと、まあ、これは工具系です。まあ一応手の子とかなんかやっぱり電動工具は電圧の問題もあるし、その重いんで、機内持ち、預け入れの重量とか制限に引っかかっちゃうんで、まあ一応手工具を結構重いに持ってって、で、あとビスとかナットとか、なんか自分がよく動くものを作るんで、どうしてもその、精密系のネジとかナット、スペーサーとか必要なんですけど、そういうのは多分買うの難しいだろうなと思って、結構バリエーションを使うかどうかわかんないですけど、バリエーションを日本から持ってきました。それはなんかこの黄色いケースに、パーツケースに入っているっていう感じですね。であとアイロンを持ってきましたね。ちょっと嘆きをしたかったんで、アイロンを持ってきました。あ、そう、こんな感じですね。この中で便利だった、あ、なんかマキタのインパクトは、充電器を持ってこなかったんですよ。充電器持っていくとスペース取っちゃうし重いからやめて、もうバッテリーとりあえず持ってって、向こうで誰か持ってるだろうと思って充電器。そしたら案の定持ってなくて誰も。でも、大丈夫でした。持ちました。充電しないで。一応2個持ってったんですけど。ラッキーなだけですけど。で、これが、さっき話した工房ですね。自分はこの2階にアトリエがあって、まあ、1階はこういう工房になってて、これは溶接機とかですね。こっちは穴開けのボール板とかですけど、
で、まあ、いろいろ、ドリルの刃とか、クランプとかいろいろあって、一応外のスペースもちょっとあって、屋外で、何より発するものとか屋外でちょっとできる。で、これテーブル層ですね。なんか一通りあって、かなり助かりましたね。で、ここに常駐の、ハーレンっていう常駐のあの、まあ、講師の方がいて、わかんないことがあったら彼に聞くと、すごいいろいろ教えてくれるみたいな。で、自分も、まあ、大学で同じような、彼と同じようなその工房の講師をしてるんですけど、結構やっぱりアメリカのだと全部その寸法も違ったりとかして、あの単位が違う、ポンドとか、インチか、だったり、あと機械の、やっぱりちょっとこう溶接機の使い方とかもいろいろ違って、彼にこういろいろ聞いたんですけど、なんかすごい、いや、君は、その講師してるから大丈夫だ、何も教えないみたいな感じで言われて、いやいや、ちょっと待ってください。まあでも全然聞いて、彼に聞いたらいろいろ教えてくれたんですけど、なんかそういう感じの、はい、場所でした。そうですね。スライド丸のことかなって、すごいワイルドだなと思ったのが、日本のスライド丸のことだと、クランプがついてるんですけど、ここに、これなんですけど、これ材料、長い柱とかをここにこう、バーンと置いて、日本だとここをクランプで止められるようになってるんですね。で、ここにノコギリ、回転するノコギリがついてて、こうやって下ろしてビーンって効くんですけど、ここはアメリカのクランプがそもそもなくて、で、みんなこう手でガッと押さえて、ビーンできるみたいな、すごいワイルドな感じでした。そもそもクランプがないみたいな。まあ、日本でも大工さんとかだったらもちろん使ってると思うんですけど、そもそも設計上クランプがないっていうのは面白かったです。アメリカらしいな。で、これが夕食かなくらいかの風景で、この食堂がまあ、結構みんなが集う場所みたいな感じで、朝昼晩と、まあ、全部出る感じですね。で、なんか、これはちょっとサラダが隣に来てるんですけど、もっとちゃんとしたメインは別の場所にあって、でまあ、全部こう皿に、自分で撮って、バイキング形式か。で、座席も自由でっていう感じでした。ほんと最初はなんか、まあ今もそうですけど、英語がやっぱりそんな得意じゃないんで、全然喋れないんで、もう、結構参加してる人もほとんどアメリカ人やっぱ多い。7割ぐらいアメリカ人なのかな。でもやっぱり、アメリカ人じゃなくてもカナダとかメキシコとか、まあ近い、英語圏の人たちもほとんどなんで、なんかすごいこう、横で会話してても何言ってるか全然やっぱり追いつかなくて。で、最初こうちょっと、日本人は一人一人だったんで、なんかこう、まあこう満席の時は自分が空いてるところに座るしかないと思うんですけど、こう最初空席だった時にどこに座ろうかみたいな。で、最初ちょっと、なかなか勇気が出なくてこう一人でポツンって座ったりしてたんですけど、これじゃいかんと思って、まあ、あえて人がいる隣に座るようにし始めてから、まあ、徐々にちょっとこう、自分も気が楽になってきたなっていう感じでしたね。はい。これはホームセンターか。カントリーホームセンターみたいな。ちょっと材料を買いに連れてってもらったことがあって、マキタがめっちゃいっぱいあってびっくりしました。さっき話した工房の講師のハーレンはマキタではなくてアメリカのメーカーのを使ってたんですけど、マキタもすごいんだけど、僕はバッテリーが、このアメリカのメーカーの方が好きだから、そっちのパワーがあるから、こっちにしてるよみたいなことを言ってました。でも、マキタがこれだけ、やっぱり浸透してるってのはすごいびっくりしました。で、これはその後行った、ユーストストア、中古の家具店とかなんかいろいろ何でも売ってるような、中古のもの何でも売ってますみたいなところで、で、なんかこんな、マグロットみたいなものがあって、まあ、めちゃくちゃでかいんですけど、このぐらいかな。すごいでかいんですけど、うん、なんか、日本、独自だと思ってたものがなんか、それは勝手な僕の思い込みなんですけど、普通に置いてあって、あ、やっぱり昔はこういうの、アメリカでも使ったんだなと思って。で、さっきのユーストショップで、この、木の板と棒を買ったんですけど、これ材料として買ったんですけど、多分棚板かなんかなんですけど、これ合わせて5ドルで、たった5ドルか、みたいな、すごいちょっと
興奮して買った記憶があります。なんか本当、こっちのこういう材料とか買おうとすると、やっぱすごい高いんで、日本の感覚より。で、なんか、なかなかその車で連れてってもらうのも限られてるんで、これを見つけたときは本当嬉しかったですね。で、最終的にこれを作品にしていくことになります。材料の、作品の材料にしていくことになります。で、そう、確か1、2週間経って結構すごい雪が降ってきた日があって、最初の写真よりもっと雪が多いと思うんですけど、やっぱり多分今年にしあえずも今年の冬少なかったと思うんですけど、なんかバーモントも少ないって言ってて、で、一気にドカ雪が降った日があって、これはチャンスだと思って、で、ちょっとウィンドフォトっていうシリーズをやってみました。で、このカメラの後ろに、まあ、後ろってカメラの下に風緑みたいなのがついてるんですけど、これ日本で作ってきて、で、そこにピンホールのカメラ、デジタルカメラを設置して、風の風向きによってくるくる回りながら、長時間録音、長秒時録音をして撮影するみたいなことをアメリカで、まあ、本格的には初めてやっていました。で、まあ、これやった理由っていうのは、やっぱりその、ちょっとある意味保険的な部分もあって、作品、まあ、ゼロから作るのも、まあ、すごい大事なんですけど、まあ、ちょっと、ある程度こっちで準備してきたのを、なんか、テストしてみるのも、ありかなと思って。で、まあ、そこから何か着想が得られるものもあるかなと思って、一応今回の作品の制作テーマは風なので、なんかこれもまあ作品なんですけど、この作品を通してさらになんか作品のきっかけになればいいなと思って、ちょっと先行的に下準備だけしてってやってみました。で、大雪の日の次の日なんですけど、すごいつららがどんどん伸びていって、多分この日すごい寒かったと思います。マイナス30とか言ってたんじゃないですか。でも空がものすごい青くて、で、もうウキウキで、頑張って持ってきたスノーシューを持って、山奥に入りに行きました。で、ドローンを持ってったんで、そこでこういう映像を、まあこういう映像って普通にドローンの撮影なんですけど、あれなんかすごいこう、植生が、なんていうのかね、こういうか、多分針葉樹系だと思うんですけど、今、右下の方に見えてる。ちょっと種類までがわからないんですけど、なんかやっぱ日本の濃い杉の緑じゃなくて、ちょっと淡い感じがあって、なんかすごくこう、ザ・アメリカっていうイメージとすごい違って新鮮でした。で、まあ、ここの場所はスキーでもなんか有名なんで、バーモントは。なんか、日本でいう、まあ、ほんと北海道のフランまあ、北海道の景勝地みたいな感じみたいで、もうこういう景色が延々と続いてるっていう感じでしたね。そうですね、なんか、ドローン飛ばすときも、ちょっと飛ばしていいのかわかんなかったんで、一回、バーモントのスタッフの方に聞いたら、調べてくれて、ダメらしいみたいな。でも、私は何も聞いてないわよ、みたいな感じで。飛ばしていいみたいな話になって。でもなんかいろいろ調べたら結局、まあ高さの、こう、制限120メートルっていうのを守ったりとか、まあ市街地じゃなければ大丈夫っていうような、あれだったんですけど、なんかすごいその時の会話で面白かったのが、なんかこの国は、ごめんって言えば、なんて言ったっけな、ちょっと違うと思うんですけど、なんかこの国はその、あ、気づかなかった、ごめんって言えば、許されることもあるみたいなことを言ってて、本当かよって思ったんですけど、まあなんかその、やったもん勝ちだみたいな、多分、ニュアンスの言い方だったと思うんですけど、それはちょっと面白いなと思って、まあ本当に違反だったら多分警察とかに使ってやばいと思うんですけど、でもなんかそういう、やったもん勝ちだなみたいなニュアンスはすごく面白いなと思いました。で、これは下の地上の絵ですね。こういう感じで、一晩で多分30センチぐらい積もったのかな。で、ここでも先ほどのウィンドフォトを試してみたんですけど、これは、
動画版ですね。あの、ピンホールの映像なんですけど、もう風任せで、風がこう吹くと、そっちの方向にこう勝手にまあカメラが向くっていう感じで、さっきの写真はこれを、まあ、超秒時露光といって、シャッターを開けっぱなしにして、ずっとこの光がカメラのセンサーに張り込んでいったっていう写真ですね。これはまあ動画なんで、シャッター開きっぱなしじゃなくて、まあ、パラパラバンドみたいなのと一緒で、普通にこう、30分の1秒とかでシャッターが切られてる連続の、まあ、動画はその連続の写真みたいなもんなんですけど、まあ、こんな感じで、一見そんなに強い風吹いてないんですけど、森の中に複雑ななんか、やっぱり風が吹いてて、結構、機敏に動いていて、そう面白かったです。で、撮れた写真がこれです。ちょっと、モニターだとすいません。なんかコントラストが、わかりにくいと思うんですけど、もうちょっと、はっきりと、見える感じなんですけど、一応、すいません。簡単なイージープリントでそこに、貼ってあるんですけど、一応今回、ちゃんとフォトアクリルマウントにして、今度、販売予定なんですけど、一応こういう感じに、仕上がってきました。で、これはその翌日かな。まあ、本当すごい寒すぎて、川から湯気が出てるような、湯気じゃないんですけど、冷たい風なんですけど、こんな状態でしたね。割ともう、そういう日が本当に多く続きました。で、カモがなんか住んでて、すごい人慣れしてて全然逃げなくて、ちょっとまた後の方で見せるんですけど、水敷地内に侵入してきて面白かったです。こんな感じです。寒すぎて、スララもこんなに伸びるというか、結構1メートルぐらいあった気がします。まあでも、南城とかだともっと伸びてる場所もあったりします、ね。で、これは制作してる時なんですけど、アイロンの間引きをしてるところですね。さっきの5ドルで買った木を加工してるところなんですけど、これ同じ映像の繰り返しじゃなくて、ずっと温めて、アイロンで温めまくって、木を熱してるところですね。先週ワークショップで、やらせてもらった方法と同じなんですけど、厚さが3センチぐらいの木か。で、まあ、温めてこう無理やり、失敗したのか。あ、じゃあ曲げたか。あ、でもこれ多分失敗してますね。失敗してる方だ。ちょっと曲がりが弱いんで多分この後やり直したと思います。まあ、こんな感じのことをやったりしてました。で、これは、アーティストトークの様子なんですけど、本当毎晩のようにいろんなイベントがあって、で、作家が希望者なんですけど、まあ、ほぼ全員できるんですけど、プレゼンテーションをする。で、まあ、ライターの人はこうやって読んだりするみたいな感じのがあって、本当にすごい面白かったです。やっぱり直接話さないと、直接話した人しかわからないと、ちょっとこう、知り合いになる、知れる範囲って狭いと思うんですけど、こうやってオープンにイベントがあると、本当にこう、すごく、いろんな、視点の作家を知ることができるというか。で、これが終わった後、みんな囲まれるんですよ、ね。なんかこの、話してた人が囲まれて、質問攻めに合うみたいな感じのがあって。まあ、これだいたい夜の8時半ぐらいから始まるんですけど、そのまま夜まで話し込んだりとかして、すごい面白かったです。で、そうですね。まあ、こういう感じですね。他の作家の写真です。で、自分は何をしたかっていうことをちょっと今、ここで、流そうと思うんですけど、ちょっと英語の発音、これ、最初の方にやったんですよ。ついてたの1週間後ぐらいにやって、で、英語の発音がやばかったんで、なんかこう、自分で喋ってるつもりでも向こうに伝わらないことがすごい多かったんで、コミュニケーションを取ってる中で。やばいなと思って、で、全部動画にして文字を並べて、で、これを読みながらプレゼンテーションするっていうことをしました。で、まあ、彫刻家、
彫刻家でしょ。あ、スクラッパー。それスクラッピー。今重要なミスだ。それはまずいっすね。スクラッピー。それ重要なスクリミスが発覚しました。彫刻家が危ない、ね、カラプターがスクラッとかなってました。で、まぁ、あ、ちょっと最初になんか鳥人間の時の映像を見てて、まあ、自分学生の頃に鳥人間コンテストに出るサークルに入ってたんですけど、筑波大学の頃にそういうサークルに入ってたんですけど、結構それがすごく、まぁ、あ、今の制作のこう、まあ、メインになるような場所があったりして、で、自分はちょっと最後の年に、まあ、パイロットをやらせてもらって、まあ、人力飛行機のパイロットなんですけども、まあ、その経験っていうのは、今の作品に結びついているっていうことを、ここで伝えてます。これは自分たちの時のパイロットなんですけど、本番ですね。で、まあ、なんかすごくこう、まあ、見えない風に翻弄されるというか、前から風が入ってくると、こう、飛行機が自然に浮き上がったり、後ろから吹いてくると、急にペダルが重くなって、高度が下がったりとか、そういうなんか、こう、これだけ大きいものが、まあ大きいからっていうのもあるんですけど、翻弄される、見えないものに翻弄される面白さというか、それがすごくこう、自分の経験として、風にまつわるものを作っている理由の一つです。で、まあ、これは、群馬県の中之条ビエンナーレ、2017年の時の作品なんですけど、まあ、そういう、こう、風にまつわる作品と、その地域、この、地域のちょっとこう昔話みたいなものを拾い上げて、それをこう、作品の東京に取り込んでいくみたいなことを、ここで説明しています。結構こういうやっぱり日本的な風景の場所でやらせてもらうことがあったんですけど、やっぱり向こうの人たち、アメリカの人たちもそういう受けるというか反応がすごい良かったですね。なんかこの反応がすごいダイレクトというか、こう、まあ笑い声とか拍手がこう、なんか、プレゼンテーションの最中に起こるみたいなのがすごく面白くて、まあそういう国民性っていうのはあると思うんですけど、喋ってる側としてもすごくこう、手応えがありました。で、まあちょっと NHK に行った時の話をしていて、東日本大震災の時の話とかをしています。そうですね。これちょっとあれだな。著作権的にいろいろあるから、ちょっと飛ばして、そうですね。で、まあ、福島桜気候っていう、西会津国際芸術祭でも2016年に上映させてもらったやつの話とかをして、まあ、これは自分の自主制作の映像作品、まあ、自主映画、ドキュメンタリー映画なんですけども、まあ、桜を通して、福島の今を伝えるっていう内容で、浜通り、中通り、会津と、それぞれやっぱり場所によって震災が置かれている状況が違うっていうことを、それぞれにやっぱり、それぞれに向かう問題があったりとか、まあ、前向きな活動とかがあったりして、それをこう、桜とそこに携わる人のインタビューを集めて作品にしていくっていうものです。ちょっと時間があまりないんで少し飛ばしながら行きます。で、これは実はもともと英語版の字幕があったんで、それを利用したりしました。で、まあ、これは、ここの部屋でも映像を流させてもらっていた、去年の中之条ビエンナーレの作品なんですけども、風で
風の痕跡を残していくっていう作品ですね。でそれをこの時も紹介しました。やっぱりあまりその動くものをたまたまかもしれないけど同じ滞在のタイミングで動くものを作っていく人は結構少なくて、で、まあ、たまたま今年は去年台湾とか香港にちょっと展示とか見に行ったりしたことがあったんですけど、なんかアジア系は結構動くものを作ってる人が多いなみたいなイメージがあったりして、だからなんかすごく興味を持ってもらいました。なんかそうですね、で一応まあ、電気の問題とか人と自然とのエネルギーの関係性とかそういったことに興味があるっていう話をここでしてるんですけども、やっぱり震災と原発事故のことはもちろん彼らも知っていて、で、ただ、本当に断片的にしか伝わってなくて、今、住めるのかいっていうようなことは何度も聞かれたりしましたね。まあ、それは本当にチェルノブイリにしろ、スリーマルトにしろ、こう、やっぱり、どうしてもこう、言語が変わったり、国が変わったりすると情報が行き届かない部分ってすごいあると思うんですけど、まあ、それをやっぱり一つ一つ丁寧に説明していかなきゃいけないなっていうふうに感じながら、はい。コミュニケーションを取っていました。で、まあこういうプレゼンテーションをしたんですけど、まあ本当にすごい、自分で言うのも変なんですけど、すごい受けが良くて、なんか、それで一気にこう、他の作家とこう、近くなれたというか、そういう感じがしました。これは、まあ単純に名簿なんですけど、なんかこう、早いもん順で、書いていくんですけど、結構やっぱ前半にやっとくのがすごい良くて、後半になってくるともうプレゼンテーション自体がみんな慣れちゃってるんで、なんかちょっとこう、そういう反応も少し浅くなってくるみたいなのがあって、最初の方にやってよかったなと思います。で、これはスケジュールですね。1ヶ月間のプログラム内容みたいなスケジュールなんですけど、まあ、ほぼ前半2週間と後半2週間で同じことを繰り返すみたいな感じなんですけど、青いやつが、そうですね、青いやつがなんか、イベント系というか、さっきのプレゼンテーションナイトとか、まあ、スライドトークとか、中堅アーティストが訪問しに来るんですけど、そのスライドトークとかがあって、赤いのは自分が準備しなきゃいけないもの。で、さっき最初の方に話したスタジオビジット、ビジティングスタジオ。っていうのがあって、まあ、中堅の作家が自分のスタジオ見に来てくるんですけど、それが2回あって、でそれに向けて作品を作るみたいな感じでした。すごい、本当に忙しい日々を送るというか、本当に全然、ボケっとしてる余裕がなくて、なんていうか、ハードな場所だなっていうふうに感じました。まあ、それももちろん自分の、関わり方次第だと思うんですけど。で、まあ、これは、写真の展示でも、あったと思うんですけど、猫がいて、フーディーニっていう猫がいて、すげえ、なんか、ドラ猫みたいな感じで、こう、いくらこっちが撫でようとしても撫でさせてくれないみたいな。で、彼がお腹が空いてると、めっちゃ、食堂に入ろうとしてくるみたいな。で、それをみんなで追い出すみたいな。そんな感じの猫でした。で、これは、この人はクリスティーナっていうアーティストなんですけど、っていう名前のアーティストなんですけど、紙を使ってる作家で、ちょっといろいろ仲良くなって話したうちの一人なんですけど、紙付きのワークショップをしたりとかしてて、で、もう本当、まあ、さっきのイベント、プログラムに組まれているイベントもあるんですけど、こういう自分で自主的なイベントをやったりとかもできて、で、すごく面白かったのが、やっぱり日本の和紙にすごい興味を持ってて、ちょうど3ヶ月ぐらい前日本に来てて、で、阿波地方ですか、四国の徳島県の阿波地方の阿波神ファクトリーっていう会社があるんですけど、ちなみに自分の作品使ってる和紙も阿波神ファクトリーの和紙なんですけど、
そこに行って、いろいろワークショップとか受けてきたって言ってて、で、その泡紙を使ってる作家が他に3人いて、お、そんなに使ってるんだと思って、これ和紙のその人気度の高さというか、多分品質がもちろん高いからっていうのもあると思うんですけど、すごい驚かされました。70人しかいない作家の中で3人も和紙使う作家が、和紙っていうか泡紙の和紙を使う作家がいるんだと思って。まあ、こういう感じで、端材とか 木の破片とか自体を版と捉えて転写していくっていうような作品を作ったりしてました。で、橋の欄干をに紙を貼り付けて、それをまた剥がして作品にするっていうようなこともしてました。で、これはオープンスタジオっていう、さっきのビジティングスタジオとはまた別で、作家同士が各作家の、スタジオを訪問する、まあ、公開するっていう日ですね。で、これも本当にすごい、これがまあ一番エキサイティングな感じで、食堂とかでこう、なんか、まあほぼみんなすべて仲良くなるような感じだったんですけど、が見に来てこう、作品をじっくり見ていくっていうような感じで、これは、コロンビアのアーティストのダニエルっていう、結構仲良くなった一人の作品なんですけど、プレッシングペーパーにすごい繊細に、鉛筆系の、ちょっと何使ってんの？まあ、鉛筆系ですね。粉が乗る感じの、すごい繊細な絵を描いてて、めちゃくちゃかっこよかったですね。で、これはもう、これ版画なんですけど、めちゃくちゃでかくて、サブロック四八か、四八番ぐらい、2メートル超えるサイズに、版を彫って、まあ、もちろんプリントもするんですけど、版自体の作品にしていくっていう、すごいエネルギー、そこに後ろ姿で映っている女性の作家なんですけど、すごいエネルギーがありました。で、こちらはもうレジェンドみたいな人です。確か70何歳の作家の方なんですけど、最初はなんか鉄を曲げたりしてたっていう話をしてて、で、今は、なんだっけな、シルクスクリーンじゃなくて、石に転写させて、プリントする、ちょっと名前がすみません、出てこないんですけど、リトグラフか、かなをやっていると言ってました。で、なんか、ちょっといろいろ気になってね、話をしてみて、やっぱりなんか最近はすごい忙しすぎるみたいな話をしてました。まあ、その、情報があらゆるところにありすぎて、私がまあ、作家を始めた頃は、まあ森の中のような暮らしだったみたいなことを言ってて、まあそれはこの世代の方々結構そういうことを言う方多いと思うんですけど、まあ、すごいなんか説得力があるなと思って、やっぱり情報に生まれる時間も必要だし、こう森の中の時間も必要だし、まあ行ったり来たりしたいなっていうふうに感じました。これは、なんかプロジェクターをここに投影しながら、模様を重ねていくみたいなことをやって書いたって言ってました。この作家は藍染めに興味があって、日本の藍染めをやったことがあるって言ってました。で、これはまた別の作家なんですけど、ワックス、なんだっけな、ワックスを使ったって言ってたんですけど、この布にワックスを染み込ませて、で、形を作っている、泥とワックスかなっていう、なんかすごい面白いことをやってる作家で、こう、布自体が、まあ、形を持っていくんですけど、なんか、異質感っていうか、このもの自体は何なんだろうみたいな、造形というか材料の使い方をすごいいろいろやっていて、面白いなっていうふうに感じました。で、この作品は右側の、目をかけている男性の作品なんですけど、まさに似た感じ、この通りで、パーティーが大好きな人で、毎週こうダンスパーティーを彼が DJ になって開いてました。これは自分の部屋ですね。作品はちょっと後で詳しく見せます。で、このオープンスタジオの日に、
なぜか、フーディーの絵が描かれた、まあ、フーディーの絵が置いてあって、実はこの時に、このちょっと写真撮るちょっと前に、フーディーがこのアトリエに入ってきちゃって、ちょっと動くものがいっぱいあったんで、猫が、猫なんでこう、反応してバーンってやりそうになって、こうみんなで抱きかかえたみたいな時があって、多分それを見て誰かが置いてったみたいな、画像の絵が残されてました。ちょっとお守りみたいな。でこれはメキシコの作家なんですけど、なんかすごく日本っぽい筆使いだなと思って、水彩画なんですけど。とか、彼は漫画にすごい、影響を受けてるって言ってました。でなんか本当すごいこう、まあ自分は日本人だからっていうのもあると思うんですけど、まあ結構その日本に関わる話をしてくれる人が多くて、自分の作品の中で、そのさっきのあわがみの話じゃないけど、すごい影響を受けてるみたいな話をしていて、まあ、面白いなって思いましたね。で、これは、同じ、すごい仲良くなった、左側の赤い服を着た女性の作家なんです。キンブリーだからキムって呼んでるんですけど、すごい面白い作品を作ってて、で、結構いろいろ仲良くなって話をしたんですけど、最初なんか僕が風を使って作品を作ってるっていうことで、なんかすごいプレゼンテーションした後にすごい興味を持って、なんで風に興味を持ってるみたいな話をすごいされて、で、まあちょっと、なんでこの人ここまで興味持ってるんだろうと思ったんですけど、実は、この、ボトルみたいなのなんですけど、息を吹くと、母音の音がするんです。声を出さなくても、息を吹きかけると、ここから母音、例えば、あーとか、えーとか、いーとか、うーとか、が出るっていう、まあちょっと言葉をテーマにしていて、確か音、なんだっけな。アメリカ、両親はアメリカ人なんですけど、英語とやっぱりスパニッシュを両親が両方使うっていうふうに言ってて、そういうところからその言葉と人種とか国境とかそういうことをテーマにしているっていう話をしてて、で、息を吹きかけるだけでこう同じ音が、言語が出てくるっていうのはすごくなんかそういう、こう、まあ、壁というかを取り払うというか、そういうのを意識させる面白い作品だなと思って、で、これをなんかすごいでっかいサイズで作って、風が吹いた時に声が出たら面白いんじゃないかみたいなことをあなたとの話で思いついたみたいなことを言ってきて、あ、なるほどと思って。で、それが、まあその、この模型なんですけども、あ、なるほどなと思って、そういうふうにこうなんか作家がやっぱりこう話をすることで、アイデアがこう、刺激されたアイデアが出てくるというか、まあ、すごい面白いなと思いましたね。この人めちゃくちゃ忙しくて、1ヶ月の滞在中に多分3回から4回ぐらいニューヨークに戻ったりしてて、車で運転して、多分7時間とかかかるのかな、車で。で、その合間で、なんかこう、これだけちゃんと仕上げてくるみたいな。で、すごいこう、感動したのが、ここに点があるじゃないですか。ここ見えますかね。点でこれの続きがこう書かれてるんですけど、実はこのプレゼン、オープンスタジオの始まる直前にこれを作ってるところを目撃したんですね。で、その日の、そのオープンスタジオ夜あるんですけど、夕方にここに帰ってきて、多分これなかったんですよ。ダッシュでこれ作って、で、多分、時間が足りなかったから壁に書いたみたいな。すごい執念だなと思って、本当にすごい忙しい人だったんですけど、でもなんか、そこででもちゃんとこう見せてくる、執念というか。で、ものすごいリサーチもめちゃくちゃしてて、そう、日本人がなんか、そこでまた日本、なんか幼少期に沖縄に住んでたことがあったみたいで、親の転勤の関係で。で、日本人の研究者の中で、さっきのこの母音が出るっていう、この造形を研究してた人がいたみたいで、なんか不意語みたいにこう、ピコピコやると、なんか声が出る、母音が出るっていう、なんかそういう、なんていうの、おもちゃじゃないんですけど、なんかそういうものがあって、それを日本人の人が研究して本を出してるみたいな。で、なんか、そういう話もあって、本当にリサーチから作品を作り込んでいくっていうタイプの人だったんですけど、自分としてもすごくこう刺激を受けました。
で、まあ、その、オープンスタジオが終わった後は、カラオケに行くという感じで、本当に楽しい時間でしたね。村に1軒しかないバーなんですけど、それが金曜日の夜だ、土曜日の夜だけ3時間ぐらいカラオケになって、で、こう、ステージを準備して、で、そこでステージに上がって歌うっていう、ちょっと日本のカラオケと違うやり方だったんですけど、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。で、すごく面白かったのはなんか、ちょっと見ててもわかると思うんですけど、ちょっとこうなんか、かしこまった感じじゃないですか、歌い方が。やっぱりなんかカラオケ慣れはしてなくて、で最初なんかみんな、私は恥ずかしいんで歌わないですみたいな感じで、僕はちょっとカラオケ好きなんで、レッドヒットリーとか、なんかいろいろ、最後の年はアナ雪とか歌ったりしたんですけど、めちゃくちゃ盛り上がって、すごい楽しかったんですけど、なんかこう、陽気なイメージのアメリカ人が、なんか、すごい恥ずかしがって、一緒に歌おうよって言っても歌わないみたいな感じになってたら、すごい面白かったですね。でもなんか別のなんかダンシングナイトみたいな日もあったんですけど、その時は逆で、なんかその、リズム感っていうか、その、ダンスのこう、ハマり具合みたいなの彼らは本当すごくて、逆にちょっと僕が、いや、恥ずかしいんでいいですみたいな感じになってて、ちょっとそういうなんか違いというか、カラオケ得意だけどダンスはできないみたいな、そういう根本的にあるもの違うみたいな感じで面白かったです。でもこのカラオケのおかげもあって、より仲良くなりましたね。で、だんだん雪が溶けてきて、まあ、2月も終わりに差し掛かってきて。で、これ、さっきの工房なんですけど、ここにカモがいて、見えますかね？カモがいるんですね。さっき、川のそば。ここが川ですね。さっき、だいぶ前の写真ですけど、川があってカモがいて、湯気が立った写真があったと思うんですけど、川の、にいたカモがこっちまで来たんですけど、その時彼が実は、ちょっと木に穴を開けてて、丸太みたいな木にでっかいドリルで穴を開けてたんですけど、すっごいキュルキュル言いまくって、それがなんかカモの鳴き声みたいなんだったんですね。カー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 みたいな、なんかそんな鳴き声で、それを聞いて彼らがなんかやってきたみたいな感じになってて、すごい面白かったです。で、それに彼は気づいてないっていう、こいつらですね。すごい人慣れして。で、もう本当滞在制作も最後の方だったんですけど、これは今展示させてもらってる作品なんですけど、まあ、曲げ木の型を今作ってるところですね。でも見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、割れてて、もう材料を買いに行く、まあ、お願いすれば手段はいろいろあるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、あるものからやろうと思って、端材コーナーにこう転がって割れてる木とかを利用して、とにかくあるものを使って、木の厚みが足りなければ、型の木の厚みが足りなければ、接着して重ねてみたいなことをしながらやってました。で、まあ、こういうふうに曲げて、あ、そうですね、オンラインで見てる方のためにちょっと補足させてもらうと、まあ、これはアルミホイルで包んでるんですけど、実は、もともとまっすぐな、この板はまっすぐな普通の木の糸だったんですけども、これを、まあ、濡れたウエスト、濡れた布とアルミホイルでくるんで、アイロンでしばらく温めることに木がすごく柔らかくなるんですね。で、それをこの型に押し当てて曲げてるっていう工程です。この曲げ木の技法を使って今回は作品をいくつか作りました。こんな感じで、右が型で左が曲げたものっていう感じですね。で、最終的にこういう作品を作っていくっていうような感じでした。で、本当この作品が実はできるまでも、こう二つ、説明すると二つプロペラがついていて、で、太陽光とか電池で充電、太陽光の充電ができるようなちょっと回路を組んでて、その電池をモーターで動かしてプロペラが回ってるんですけど、
2つプロペラがあって、1つはモーターに近づけて、もう1つのプロペラは空回りするようになっていて、で外から風が入ってくると、ちょっとこうプロペラの動きが変わったりするみたいな、そういう自然とエネルギーのなんか共同みたいなことをテーマにしている作品なんですけども、なんで窓がちょっと開いてるっていう作品なんですけども、この作品のアイディアっていうのは本当、この最後のオープンスタジオの前日、前々日ぐらいに思いついて、で、もう最初は本当にこう、路頭に迷いすぎて、なんか針金で模型とかを作ったりしてたんですけど、最初は尾翼みたいなものをつけて、そこに風を当てようかなとか、なんか本当にかなりこう、迷走してたんですけど、まあ、さっき、息を吹きかけて、母音が出るような作品を作るっていう、まあ、キムにいろいろ話しているときに、ちょっと自分のアイディアが、こう、浅はかすぎて、これじゃあちょっとまずいなと思って、で、まあ、考え直して、まあ、練りに練った結果、まあ、この作品になっていくみたいな、ちょっと途中経過があって、やっぱりこう、自分一人で作る時間も大事だし、なんかそういうこう、お互いに刺激し合うというか、そういう時間っていうのは本当すごく大事だなと思って、まあ、ライバルじゃないですけど、こう、切磋琢磨し合っていくみたいな、そういう環境がやっぱり、アーティストインレジデントあるなって、本当につくづく感じました。多分、そこまで、あの人と深く話をしてなければ、この作品は生まれなかったと思うんで。で、そうですね、もう一つ最後の方なんですけど、もうちょっとで、そうですね、もうすぐ1時間なんで、もうちょっとで終わるんですけど、これは、ビジティングスタジオ中堅の作家が見に来てくれるときに、見せたというか、その時に間に合わせるように作った作品の一つなんですけど、左側に雪が乗ってて、お皿みたいな、ここに乗ってるのが雪なんですけど、で、右側、まあ、回路がいろいろ通ってて、右側にモーターがあってプロペラがあると。で、やろうとしたかったのは、温度差。雪の冷たさと室内の気温の暖かさとのギャップで電気を発電して、で、プロペラを回して、これがゆっくり回るみたいなことをやりたかったんですね。で、まあ、温度差で電気を生むっていうのは、そういう半導体があって、ペルシェっていう半導体があって、まあ、いろんなところで実用化されてるんですけど、ただ、そのパートを使っていろいろ作ったんですけど、動かなかったんですね。温度差が足りなくて、雪の冷たさが、まあ、この下側にもなんか伝わっちゃってうまくいかなくて。で、コーリーっていうその中堅のアーティストが見に来た時に、いや、これ失敗したんでうまくいかなかったんだみたいなことを彼に話した時に、彼がなんか、すごいまあ面白い発想を持ってる中堅アーティストなんですけど、彼が、いや、僕はこれが一番好きだみたいなことを言って、なぜならば動かないから、みたいな。全部、基本的に君の作品は全部、僕の作品は動く作品だ。でも、これは動かない。それがいい、みたいな。で、おお、なんだこの人、なんてことを言うんだ、みたいな。そう面白いこと言うな、みたいな。で、最初理解できなかったんですけど、でもなんかそれ、まあなんか、それもいい、みたいな。その動かない、動かそうとして動かないところはいい、みたいなことを言われたときに、確かにでもコンセプトモデルみたいな見せ方もありなのかな、みたいな。今の技術では、まあ、雪の冷たさから電気を生むことはできなくても、まあ、将来的に、例えば10年後とか20年後とか、技術が発達していったときに、もしかしたらそういう温度差とかでも、こう、エネルギーが作れるかもしれない。っていうことを考えて、なんかそういうこう、まあ、今はできないけど、将来を想像させるようなそのコンセプトモデルみたいな位置づけもありかなと思って、まあそういう風な作品に位置づけてるんですけど、でもなんか本当にそれも自分の頭から絶対想像できなかったことだなと思って、本当に彼に
こう、作品を見せてよかったなっていうふうに感じてます。やっぱりこう、なんか、まあ言ってみればその先生が見に来るみたいな感じなんで、失敗したくないみたいな気持ちもあったりとかして、ちょっとこう、もう見せるのやめようかなみたいな感じだったんですけど、でもなんか、こう、まあもちろんその彼自身もそういう失敗を多分繰り返して、こう、実績を積んでる人だと思うんで、まあ、逆になんかそういうふうに言ってくれるみたいな場があって、本当にこう、普段ではなかなかできない経験をさせてもらったなっていうふうに感じてます。その、作家が来るのも1日だけじゃなくても多分 1週間言い方3日4日ぐらい溜まるんですよね。だから一緒にご飯を食べたりする機会もあったりとかして、とかなんか本当にこう、ちょっと、やっぱり非日常の空間、学校みたいな、逃げ出せない学校みたいな、そんな感じでした。で、これが、まあ、これ、こういう作品を作ったりしました。風、モーターを使ってるんですけど、まあ、風の力でゆっくり回転しながら、さっきのドローンで撮った映像を流すっていうようなこともやったりしてみました。そうですね。一応、作品としてはこんな感じの作品を、ちょっとここには展示はしてないんですけど、作りました。で、まあ、レジデンス、そうですね、そんな感じですごく刺激的なレジデンス、生活1ヶ月間でした。本当にすごくですね、自分の腰、なんていうんですか、こう、ここに残ってるのは、なんか国境をあまり感じなかった、ほとんど感じなかったというか、これだけ言葉ができなくて、まあ日本人も一人だし、まあ、いろいろ壁があるのかなって感じたりもしてたんですけど、それは意識的に多分みんながその壁を作らないようにこう、してくれてた。で、そのバーモントスタジオセンター自体がそれを意識して、運営されてるっていうのもそうやって。だから、なんか、本当にこう、前から知り合いだったかのような感覚というか、さっきのカラオケのシーンとか本当そんな感じで、まあ、カラオケは別に違う、本題じゃないんですけども、なんか本当そんな感じでしたね。なんか、学校のような感じ。なんだろう、こう、懐かしいっていうかなんだろう。前から、今知り合ったんじゃなくて、前から知ってることは、きちんと自慢できないけれども、それでもなんか前から知ってる仲間のような、そんな感じがしました。で、なんかよくよく聞いたら、やっぱりそういうのっていろんな巡り合わせみたいで、この時の作家の、まあ、傾向というか、そういうのが、あったみたいで、まあ、人種によってはやっぱり全然交流持たない、グループっていうか、そういう年もあったりとかもするし、まあもう、例えば季節が夏とかだと、やっぱりみんな、冬だったから寒くて、スタジオにみんなこもったりして話をしたりしたんですけど、夏だと結構外にジョギングしに行っちゃったりとかして、あまりこう、交流が生まれないっていうような話もあったりとか、なんかすごいそういう、まあ、タイミングがすごい良かったな。で、まあ本当、ちょっと写真はないんですけど、なんか急に寺院を作ろうぜみたいな日があって、寺院ってなんだみたいな。で、寺院って何って聞いたんですけど、よくわかんなくて。で、なんか、スクラップブックみたいなもんですね。思い出を、滞在中のこの写真とかを、まあ、スクラップブックにして、で、みんな同じ、こう、一冊みたいなのを持とうみたいな。そういうのが自主的に始まって、で、そのぐらいなんかこう、みんな交流を、に意識を持ってたというか、まあ、意識持ったら、まあ、結果的にそうなったというか、で今でも、なんか、まあ、メールがたまに、全員メールみたいなのが来て、こう、なんだろう、その時のメンバーのこう、状況というか、今こういう、活動しますみたいな連絡が来たり、全員メールみたいに来たりとかしていて、すごくこう、まあ、恵まれた環境に入れたなというふうに感じてます。ちなみに、自分もその寺院に、僕は投稿はしなかったんですけど、誰かが投稿してくれて寺院に乗ってるんですけど、その時の写真はカラオケの写真でした。多分、アナ雪を歌ってる時の写真でした。はい。っ
もうちょっと最後に、これ勝手に僕が話したいから話すんですけど、アメリカに行って、すごい一番行きたかった、その後行きたかった、一番行きたかったのが、スミソニアン博物館で、飛行機がいっぱいある博物館があるんですよ。これしかもその別館っていう、スミソニアン博物館自体はワシントンなんですけど、ここに行きたいから、帰りの便はワシントンからのフライトにして、ここに行ったんですけど、で、その本館じゃなくて別館って言っても、そこからなんかバスとか使うと半日ぐらいかかるような、ちょっと遠い場所にあるんですけど、そこになんとかたどり着いて、もう日本のまあ、昔の戦時中の飛行機とかもあるんですけど、何百機っていう飛行機が保全されてる巨大なドームというか、格納、飛行機の格納庫が博物館にあった場所があって、で、ここに最後行って、から日本に戻ってきたんですけど、この今釣られてる飛行機とかはもう本当に、あんまり今まではこういう、初期の頃の黎明期ですかね、ライト兄弟が飛んでからその後の黎明期の飛行機なんですけど、そんなに興味なかったんですけど、実際のものを見て、ものすごくこの世代の飛行機が好きになって、やっぱりこう、素材感がものすごい出てるっていうか、なんていうんですかね、便利な材料とか強い素材を使って隠す、のではなくて、当時あった本当弱い素材を使っていかに飛ぶかっていうことを、そういうこう突き詰めた飛行機で、その結果、それがこう美しいみたいな。それはもう本当に、感激しました。全然関係ないんですけど、最後に。はい、そんな話をさせていただきました。はい、すいません。ちょっと、ざっと話をさせていただきましたが、一応、報告会はこのような形で、終わらせていただきます。で、ちょっと最後にすいません。一応補足で、今、展示させてもらってる、存在と痕跡っていう作品の、ちょっと冬の時のバージョンの映像を少しお見せできたらと思います。で、冬は、ストーブの光熱を使って、これが、まあちょっと熱から発電するものなんですけど、でギアを介して、まあ、この下のプロペラが回って、まあ、上の翼が少し動くか動かないかなみたいな、なんかそういう作品で、まあ実際は本当に2番目の翼がちょっと動いたりしてるんですけど、ちょっとコロナで時期が夏の時期まで展示させていただいたんですけど、まあ、元々の作品はこういうようなコンセプトで作らせていただきました。でもちょっといろいろ不具合があったりして、ストーブの熱で乾燥しすぎてギアが噛んで動かなくなったりとか、本当に技術の皆さんにはお世話になりました。ありがとうございました。すいません。ちょっとざっと話させていただきましたが、このような形で、はい。終わらせていただければと思います。最後何か質問等ありましたら、ぜひお願いします。あ、じゃあお願いします。あ、大丈夫です。素敵な話ありがとうございます。あ、ありがとうございます。特に動かないっていうのがめっちゃ面白かったです。そうですね。それで、海外のレジデンスに行った時なんですけど、バッテリーがないのが困ったとおっしゃってたんですが、他にめっちゃ困ったなって思うことあったらお話しいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。困ったことですよね。困ったことは、なんか嬉しかったことが多すぎて困ったことは、でも困ったこと、いやでも本当困ったこと、なんだろう。例えばコンセプト出しにすごい時間かかってどう伸びてきたんですか？そうですね。やっぱり制作は、さっきちらっとお話ししたんですけど、そう、やっぱり、あれですね、今回2週間、ごめんなさい、1ヶ月間なんですけど、実際は2月の2日から28日までとか、26日間とか、そんぐらいしかなくて、まあ、それが通常らしいんですけど、4週間か。4週間ってことなんですけど、とにかくやっぱ時間がなかったですね。はい。あ、さっきお伝えします。なんで、本当に、時間がない中で、どうまとめていくかっていうのは、すごく苦労しました。多分それも皆さん、参加してる人みんなそうだと思うんですけど、そうですね。まあ、とにかく、
まあ、やっぱりいろんなヒントになるものが、今回の自分の場合はあったのかな。例えば自然がそばにあって、例えばちょっと、すぐ建物の、まあ、すぐそばに川も流れたりとか、さっきの森も、最初の方にドローン飛ばした森とかも、歩いていける範囲なんですよ。なんで、そういう、ちょっと気分転換をしたりとか、何か得られるもの、自然の造形から何か考えるとか、そういうヒントになるようなものが割と近くにあったっていうのは、すごいありがたかったですね。だからそういうものを積極的に自分から探しに行くとか、ただやっぱり最後はもう執念なのかな、さっきの途中から書くみたいな執念だなって感じ。実は中野城ビエンナーレで以前ご一緒させていただいた藤原京子さんっていう作家の方が、ここに参加バーモンスに参加されてて、で、ちょっと事前に少しだけメールでお話がかかったことがあって、で、京子さんは、もう毎日のように徹夜してたみたいな話を聞いて、お、すごいな、みたいな。ちょっと最初僕はそこまでのつもりはなかったんで、っていうイメージだったんで、まあちょっと、逆に突き詰めればまあどこまでもいける環境なんだなっていうのが、その時事前に分かったんで、で、まあさっきみたいに工房もすごい立派な工房があって、講師の方もいてくれるっていう状況なんで、これは確かに自分がやりたいと思ったらどこもできるんだなっていうのがあったんで、まあ本当に、まあそこは、まあ、粘るというか、コンセプトとして粘るっていうところが大事なのかなっていう気はしました。でもやっぱり、まあ、今回の自分にとっては、人と話したことがすごい影響になりましたね。はい。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。他には何か、もしございましたら、イケちゃん、オンラインの方から何か質問とかって。ないです。一応書いてますが。あ、ありがとうございます。返答がないです。今何人ぐらい見て？7名くらい。あ、そうなんですね。最高10人くらい見てる。インスタは20人。でも、1時間できる。あ、ありがとうございます。そうですね。困ったこと。でも、なんか、本当に、最初の海外のレジデンスだったんで、まあ、ちょっ と特殊なのかなっていう気がします。やっぱりいろんな出来事って、こう、最初が一番楽しかったりとかもすると思うんで、そういう意味で全てがなんか新鮮だったというか、まあ、本当に、はい、ありがたかったですね。はい。ですね。じゃあ、他にもしご質問がなければ、一旦トークの方はこちらで締めさせていただきたいと思います。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっと最後にすみません。宣伝だけいいですか？最後に多すぎてですね。多分、先週お会いした方にはお渡ししてたと思うんですけど、実は今、想像する展覧会っていうのを企画と、自分ちょっと企画で関わってのと作品を出させてもらう予定でして、ちょっと企画なんでオンラインの皆さんにも、こんな、あれなんですけど、まだそのチラシをお渡しできてないか。もうちょっとだけ、ありがとうございます。あ、そうです、入っちゃいますね。お渡ししてますもんね。そのままお渡ししてなかった。想像する展覧会といって、あ、ひっくり返していただいてもいいですか？ありがとうございます。作品を郵送し、メインは郵送して送って、送る展示っていうのを今度やります。4回作品そのものではなくて、例えばアイディアスケッチだったりとか、制作のプロセスに応じて、順番を追って最初のアイディアスケッチだったりとか素材の一部だったりとかそういったものをお送りしてで最後の4回目の郵送が終わった後にこの作品は何なのかっていうのを想像してもらう
鑑賞者自身が想像するという、そういう展覧会を企画と、あと実行しています。で、全く同じメンバーでリアルな展示の方も行う予定で、それは静岡県の掛川市である、原泉っていう地区で行われている原泉アートデイズっていうような展示なんですけど、地方芸術祭なんですけども、そこと、まあ、リンクをしていて、想像する郵送の展示とリアルな展示を両方行う。で、想像する展示というのはどちらかというと思考で鑑賞すると思うんですけども、リアルな展示の方はその逆で感覚で見てもらうっていうようなことを考えています。で、ちょっとこの想像する展覧会の方が、最初限定100名で予定してたんですけども、もう100名ちょっと埋まってまして、ご好評いただいて、で、今ちょっと追加で30名、明日日曜日まで追加で募集してまして、で、ちょっと申し訳ないんですけども、抽選で30名の中から抽選をさせ、応募いただいた、追加で応募いただいた方から抽選で30名選ばせていただいて、お送りするっていうような形で、料金の方はドネーションなんですけども、寄付制なんですけども、そういった形で今、動いています。ちょっとまあコロナの状況があって、いろいろと、何か新しいことができないかっていうことを、ちょっとこの、カラリズムアートデイズのディレクターの方といろいろお話をしていく中で、生まれたものです。もしご興味がある方は、検索いただければと、はい、思います。すみません、長くなりましたが、以上になります。じゃあ、以上で、はい、終了させていただきます。どうも、長時間ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。